緑茶やバレモノ無限に出し入れすることができる、うん、モダンホライズン3世界最速再生こないだやったような気もしますがそうだねそういえばやったわその2 パート2 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 ご視聴ありがとうございます。アレリアメディアの一徹です。まあ、前回はですよ、はい、ブラクールとアジャニぐらいしか出ていませんでした、まあ、正直 2,3 枚しかなかったですね、はい、新しいカードが、まあ、現在収録日5月28日、はい、今時点で公開されているカードで、はい、新しくデッキを組んでみてどんなもんか見ていこうかなと思っております、うん、はい、まあ、まだこれから先さらに強化される可能性もありますが、まあ俺がね今回注目したいカードはこちらですね。プライマルフレイヤー、これ4番のエンチャントで出た時にエネルギーが2個溜まって3番以下のクリーチャーをキャストする時にマナコストじゃなくてエネルギーをその分マナコストの分だけ払って出してもよいと、しかもクリーチャーには瞬速を与えるってことで、うん、まあ、これがね昔出たこの緑地帯の暴れ者とコンボするということ、はいはいはい、まあ、これある状態で緑地帯の暴れ者がいると緑地帯の暴れ者を無限に出し入れすることができる、早、うん、はい、話が無限にクリーチャー出し入れすることができるということで、なるほどね、新たにモダンのアルーレが出てきたぞということでちょっとこの延期をね、うんうんうん、触ってみたいと思います。はい、はい、一徹さんが使うのは、はい、この驚きのモダンに2マナたちがやってきました。ブギンのね、うん、出た時に7マナ以上のカードをこれに刻印することができれば2マナ出すことができる、うん、でその追放したカード後々回収もできるんでマナがいっぱい出るようになったらそれを戻してもよい、うん、でさらにカッパの奉仕がモダンリーガルになります。はい、驚きですね。5法4払えるわけないみたいな、結局レガシーでは一旦ちょっと下火みたいな感じにはなってますけど、うん、モダンではやれんじゃないのかみたいな。なるほどね。まあレガシーで下火になっちゃったからモダンにちょっと遊びに行っちゃったよみたいな。昔は活躍したメジャーリーグが日本球界にやってくる。あらあら、そういう感じですね。はい。のデッキでございます。はい。はい、じゃあ早速ね、はい、この2つのデッキ対戦やっていきたいと思います。はい。じゃあナイス。はい、ディーン。9。うん。さあ、じゃあ先行もらいましょう。エネルギーデッキ。こんなもんか。こちら神話デッキですか。はい。じゃあお願いします。お願いします。まずは G の庭、2点払って。手つかずの共演の事件、うん、クリーチャーが出ると1点大増える、はい、終わりです。なるほど、ゾウさんがそこを出入りするとウルザズスターが誘発第1章、はい、でエンドです。お、1ターン目に置いてきた、うん、なるほどね。そして新緑の地下墓地、うん、サムシタカ、はい、できます。はい、で2マナで新カードマルコッケのソリ、おお、はい、1音反抗強制、うん、そして3000ライフエイトでクリーン増加になると、うん、いうことで、とりあえずクリーチャーが出たんで手つかずの共演の事件で、うん、終わりです。なるほど、はい、ウギンの目球置きます。はい、刻印が誘発、ここでこれも進化とカエルマイヤーの処罰、はい、を刻印しました。なるほど、つまり2マナ出る土地に今なってます。おー、2ターン目からサーガが、サーガも第2章使えてしまうエンドです。はい、おっとが出しても11 なんとこだね。ちょっとつまりって俺もね、うん、アタック食れます。1点禁止します。じゃあ3マナでキガの潮流ブリス、あーどうぞ、プラスで鉄削して昆虫を出します。はい、で2で終わりです。なんかまあ構築物出してはいくんですけど、はい、なんかグリストで触られちゃうの嫌ですね。はい、で、終わります。はい、第3章ですが、うん、じゃあもう1体出します。はい、で3章の解決に行きたいです。どうぞ。はい、マネハの太鼓をつけました、うん、ドランドウギンの迷宮、はい、クイーンが誘発、配流者の相棒を刻印、はい、交換用意している構築物をタップして青、はい、もう2点、はい、身代わり合成機です。あ、来た来たと思った、うん、合成機か、はい、はい、で、出す戦術、はい、あー、なるほどね、か、上上でもいいな。おぉ、いい、そんな強いの、そんな強いのか。上上上上上上怖いで、構築物が今4-4です。はい、で、コンバット、はい、グリストはアタック、こっちでブロックしましょう。はい、エンドです。はい、クリストでプラスでまた1枚接続して昆虫出します、はい、盛り置きます、はい、クリーチャー出たんで、はい、哲学の共演の時点で1点ゲーム、はい、終わりです。ブープ知ってるカード引いて、ここから2マナ、そして青、うん、代わり合成機、えはい、出た出た、はい、まず戦術2が1枚は下です、はい、元からいた合成機の能力で構築物が1体追加されました、はい、タップして2マナ、うん、1マナ浮きの場で反対、はい、浮いてるものは消えまして、はい、コンバットに行きます。どうぞ。あー、虫がめっちゃ邪魔ですが、一応クリストアタックしてみましょうします。はい、では何もありません。ここでブロックだと、はい、召集使って X=1 で食の調べ、はー、何もありません、はい、で、強制で黒物払いました。はい、でライトゲインで一手したいと、はい、で1出します。そうそう、出すのは緑地帯の暴れ者、うーん、出た時にエネルギーカウンター2個払うと、それができないならこいつを手札に戻します、はい、そしてエネルギー1個得ます、はい、
出たから哲学の教員で一点差してて、でこれでその後にがやられて、はい、まだリモコンがエンドです。はい、そうしたわけです。あの次のターンはクロックすごいですよ。次のターンクロックがすごい。次のターンはだって見えてるだけで21点分あります、ね。なるほど。次のターンあるのかな。ないですか。4マナ、はい、ライバルプレイヤー出た時にエネルギーが2個はい得ます。どうぞ。このエルドにスタックして1エネルギー払います。はい、緑地帯のアルバイルものを出します。ああなるほど。はい、はい、で出た時にエネルギー2個払うんですけど、それができないんで1個溜まって戻ります。はい、でまた2個エネルギー能力の前に、はい、ま、前にエネルギー払って、なるほど、緑地帯のアルバイル出します。はい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 、でまた出しますと。でさらにまた1点ゲインして戻ります。はい、そう、これは収束がつくのでこの動きが可能になる。なるほどね。これを1億回繰り返させていただきます。はい、ということはライフが1億24。そうですか。はい、そう。でプライマルプレイヤーの元々のエネルギーの出る能力を解決して3個になりました。はい、そして、うん、じゃあ戦闘入って何もアタックせずに戦闘後メインフェーズ開始に丸呼吸のソリ効果発動。うん、このターン3点以上ライフを得ていた場合、はい、変身してプレインズ王家になる貪欲なる新生児ソリ。そしてマイナス1効果一つを対象とする。ソリンはこのターンにあなたが得たライフの点数に等しい点数のダメージを与える。もちろん一手差を対象としてこのターン1億点ゲインしてるんで一手差に1億点ダメージ負けそうだ、これがエネルギーコンボだ。ソリンビームといえばライフをなんか10点ぐらい減らしてくるビームという印象でしたけど、モダンコナイトの3では1億点飛んで1億点飛んでくるさあ先手をいただきます。突然人殺せるのいいんだもん。いやすごい、正直なめてたなはい、お願いします。はい、お願いします。まずウルザの物語を置いて、うん、誘発第一章、うん、メムナイトを置いておきましょう。はい、エンドです。まさか先出しメムナイト、うん、マックス1したからな。はい、こっちは新緑の近持ちから、うん、神の記載伝ショックイン。はい、1マナでつかずの共演の事件。はい、はい、終わりです。ドローして第二章です。麦の迷宮、はい、刻印に行きます。思考の感謝を刻印。うん、サーガトークも出せるようになったんですけど、はい、一旦コンバットで1点。はい、16まばゆい肉かき。なんだこいつは超新カード無色の呪文を一つを唱えるたびに01の落とし子が出ます。なるほど。はい、でこれでない無色のクリーチャーが僕の戦場に出るたびに相手に1点ダメージ。はい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 、はい、エンドです。ちょっと危険なやつでしたけど、サーガのトークも出たら1点ダメージ飛ぶってこと。そういうことです。エンドいいな。そうそうだるい。じゃあ1番でネザボイフ。うん、こいつのパワーは俺の墓地である顔タイプの種類数に等しい。今は1-2。うん、哲学の共演の事件で1点減して終わり。はい、もらいます。ドローしてサーガが第3章ですが、うん、トークンはいりません。1マナだけ作って3章買います。はい、どうぞ。色マナが欲しいので、うん、バネ派の対抗を置きました。ダークスティールの城塞、まだ1マナ浮いてます。溶岩白者のブーツを浮きまで唱えました。はい、まばゆいに引っかき誘発。はい、01の落とし子が出ます。はい、結構これ出るのすごいな。すごい可愛いな落とし子が出ました。はい、落とし子が出た時、はい、1点ダメージ。なるほど。はい、16。はい、でアーティファクトは意外とそんなになくって4つしかあります。うん、バネ派の対抗、落とし子タップして青1マナ。はいはいはい。でこっから2マナ3、4、して即席、はい、カッパの奉仕。うわ来たはい、5砲44で出た時にアーティファクトが1つ出るたびにカウンターが1個乗る。はい、これ自身もアーティファクトですということで1個乗りました。なんでかな、なんでかな。落とし子サクって1マナ。はい、装備。え、もういける。もういける。コンバットいきます。はい、早くねこいつ。アタック2点とこれが6点です。8点。うー、残り8。はい、すごい早い。エンドです。ちょっと5砲5 5砲5。当たる。はい、じゃあ変容する進路来ました。うん、うん、カッパの報酬マジで触れないこれやべえ、マジで早すぎる。うん、先手3ターン目この盤面やばすぎでしょ。ターンでもグリスト出すしかないか。グリスト、なるほど。はい、じゃあグリストプラスで、はい、ジャモン出します。はい、どうぞ。1点。実は9つの共演の事件で電源して終わり。ドローンします。はい、しまおい。はい、来ました。ほんまな。うん、コジリックの封印破り。あ、来たな血色の呪文です。はい、無色の呪文です。え、1体出ます。はい、出たんで1点だるすぎこれ。で、はい、しかし手札がないため一旦コンバットに行きます。はい、押してアタック6点なんですが、ブロックこのターンはブロックできる。アーティファクト出てないので危ない。じゃあブロックしよう噛み合わんな。うん、さあまだいいやつはレンジャー長。はい、え、クリーチャー探します。守ってくるか。緑地帯、おお、守れ物かな。その教員の事件で1点。うん、
しょうがないな、このままで引っかき危険人物なので破壊しておきましょう。しょうがないです。はい、はい、破壊して終わりです。エンド前、はい、クギンの迷宮起動。はい、追放されてるカード手札に戻って、戻ってきた、弾をもらいます。もうマナがいらないから、あの人。いや、それが強いよな。ドロそう、あとでさ、使い回せるのやばい。アーティファクトが1、2、3、4、5個、今まで、はい、思考の感謝を唱えました。はい、オッケー。コジリ君、封印破りが4つ、はい、7マナの呪文を唱えたんで3枚引きます。3枚引く、はい、3枚。うん、はいはい。で、出ていいですか。はい、出ます。じゃあ出たんで、カッパの報酬でカウンターが乗ってブロックされなくなり、これの能力で2枚引きます。これね、はい、あれだな、ブロックされなくなるから。まあ確かに、もうもうもうやめてくれ。もうクリーチャーじゃない呪文を唱えないでください。はい、イオスのレンジャー長起動して、はい、クリーチャーじゃない呪文はもう唱えないでください。いいでしょう。じゃあ2枚引きます。はい、2枚引きました。じゃあ、私聞こえてないよ、唱えまして。なるほど、クリーチャーだな。よし、通れやつ。じゃあ、カエルマイヤーの処罰者を唱えまして。よし、通れ。はい、唱えた時、はい、コジェコ封印破り、意味なさすぎ。じゃあ、まあ出ましたもん。はい、カウンター乗せました。はい、じゃあ、フログマイヤー出しまして、はい、以上4なんで、うん、じゃあ落とし子が出ます。落とし子が何2個出んねん、これおかしいな。まあ出たらアーティファクトなんで、うん、乗りまして、うん、記者の相棒出しまして、はい、誘発で3枚引きまして楽しくなってる。楽しい楽しい。もうあと殴れば勝つだけなのに。で、得たら誘発して乗りまして、はい、大量者の相棒また引いたんで、はい、また3枚引きまして、はい、羽ばたき攻撃会、はい、で、カウンターが乗って、うん、キャラタイム何枚9枚バネハの太鼓で、うん、今出た羽ばたき攻撃がタップして青マナを出して、うん、思考の感謝、はい、3枚引きます。はい、もう好きなだけ引いてください。うわーい、出ていいですか、はい、2枚引きます。はい、はい、はい、うん、わーい。わーい、うん。これすごいな。すごい、落とし子のさ、2個出るのすごいな。まあ、楽しんで、おもりの宝物置いて、はい、1、2、3、起動して、はい、手札のいらないカードを捨てて、はい、アーティファクトが16、17番で、17枚見回す、はい、探すもんないだろ、別に。はい、1枚加えまして、コンバットに行きたいです。はい、アタック、17、18です。5本4と5本1、やばいやばい。ガハハ、手札最終的に、ガハハ、何枚あるんだ。はい、はい、あざした、あざした。はい、ということで今回はですね、うん、モダンファレットの3の新カードで対戦してみようということでやってきましたけども、はい、いやー、コジェックの封印破り、すごいね。すごいですね。だから、海の迷宮が、ちゃんとクックリして出せると、こんなに早くいろいろ動けるんだっていうのがあって。うん。やっぱ2ターン目からサウダトークンが出始めるのもすごかったですし、うん、いざマナが増えてきたら、海の迷宮に刻印した思考の感謝を回収できるとか、うん、かなり良かったですよね。手札が全く減らないぞ。あと普通にさ、4、5、6マナと泣いても、うん、落とし子トークンが出るってやつが良くて、普通にクリーチャー並ぶからさ、うんうんうん、なんか時間稼ぎのブロッカーにしてもいいし、他の呪文唱えるのにも使ってもいいしってことで非常に良かったです、うんうん、あとマジで5法4はマジ触れない。5法4はすごい。カッパの方しね。いや、ちょっとやりすぎたんちゃうか。いや、これやりすぎか。お前、モダンに生きて大丈夫だったのかという。で、対してこっちのね、はい、エネルギーデッキですけども、うん、結構プライマルプレイヤーと緑茶の暴れ者っていう2枚のコンボだったんですけど、うん、まだまだこれはチューンナップの余地ありというか、うんうんうん、まあ、作ってみたはいいものの、もうちょっと強く作れるんじゃないかなって個人的には思ってて、うんうんうん、今後ね、新カードが出てきたりとか、またね、天才デッキビルドがいたらかなりね、うんうん、いい感じに仕上がるんじゃないかなと思いました。このアルレをもっと強く使いたいですよね。うんうんうん、なんかこの2枚、2枚と出た時になんか誘発するカード、魂の従者とかライフゲインするやつだったけど、うんうん、まあ別に他でやっててもいいと思うし、これがインスタントタイミングで1マナでサーチしやすいっていうから、イオスのレンジャーとちょっと噛み合ってて、これがめちゃくちゃいいなと思いました。ということで結構まだまだね、掘りがいがある、まあ、かなり練りがいがありそうです。いやー、まだまだモダンホライズン3ちょっと触りをね、ちょっと触っただけなんで、うん、もっともっといろんなカード試してね、はい、やっていきたいと思います。デッキリストの方は概要欄に載せておきますので、よかったら皆さんも試してみてください。というか今回の動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで登録お疲れでした。ハレリアメディアの一徹でした。また次回、バイバイ。